ソルスレイの要請に応じ、非合法の塩を運搬することになったウォルホート家。2を狙う族に襲われる危機を乗り越え、エスフロストへと入国しようとするまさにその時、兵士たちに囲まれてしまう。彼らはエスフロスト国境を守る総統の門の主、スバローグの私兵であった。来ました。塩の不正売買がおじさまの差し金だったなんて。こちらも同じだよ、フレデリカ。まさかウォルホート家が運び手を担うとは。生きるために必要なことを優先した結果です。苦渋を察するにあまりある。誰だって正しき道を歩きたいものだ。かくいうおじさまはどうなのですか。塩の不正は明らかな邪道ではありませんか。捉え方はいろいろとあるが、このスバローグ、官職で生涯を閉じるつもりはない。すべては来たるべき時に備えてのことだ。ところで、尋ねたいことが一つ。キコーラなら知っているのではないか。我が息子ドラガンを撃ったのが誰なのか。いいえ。そうか、グリンブルクの関係者が手にかけたと聞いたが。そんなはずありません。まるでその場で見ていたかのような口ぶりだな、フレデリカ。私たちは確かにドラガン殿の最後に居合わせました。なんだと。ではなぜ息子の仇を知らない。今一度問うぞ、ウォルホートの諸君。息子を誰が殺した。あの日、新鉱山には我々の他にグリンブルクの者はおりませんでした。ドラガン殿を襲撃したのはエスフロストの兵だったのです。我々はドラガン殿と共に襲撃者たちを撃ちました。しかしドラガン殿は敵の生き残りがいた矢で。都合のいい弁明に聞こえるな。だが興味深い話でもある。お前たちの話が仮に本当だとするならば、グスタドルフは嘘をついている。そういうことになるのではないかね。夜も更けた。彼らを客間へと案内しろ。信じていただけるのですか。今日わしは誰とも会っていない。それが互いのためになると思わんか。ご案内します。どうぞこちらへ。アンナ、長旅ご苦労さん。偵察も楽じゃねえな。別に、いつも通りの仕事だ。何か用か。いや、ただベネディクトのやつも気が気じゃないだろうなと思ってな。ベネディクト様がどういうことだ。そりゃお前、娘のように思っているやつに危険な任務をさせてるんだ。親なら誰だって心配するだろう。
違うか？そういうものか。これまで考えたことがなかった。ベネディクト様は私を信頼してくれている。私にとってはそれで十分だ。なるほどね。本当の親なら子供を心配するものなのか。気になるのか、両親のことが。お前の知ったことではない。覚えているぞ。物心ついたばかりのお前が突然仕事を手伝いたいと言い出して聞かなかったのだ。理由を聞いても答えなかったが、両親の手がかりを探すにはもってこいの仕事だ。だがベネディクト様は反対された。そりゃそうだ。素人ができる仕事じゃない。奴もまさかお前がアーチボルトの手習いを受けていたとは夢にも思わなかったろうがな。結果を出して認められたのだ。家庭はどうでもいいだろう。ベネディクト様、ご報告です。我が軍の偵察兵1名が敵に拘束されたとのこと。そう簡単に機密は漏らさないでしょうが、いつまで持ちこたえられるか。こんな時に限って手が足りん。軍業を開くと。囚われていた偵察兵を助け出しました。怪我もなく無事です。なんだと、こんなに早く救出したというのか。あの、勝手なことをしたでしょうか。いや、よくやってくれた。アンナがいてくれて助かる。ありがとうございます。ベネディクトがもたもたしている間に連れ帰ってきちまうとは恐れ入ったよ。あの時の奴の顔は傑作だったな。で、肝心の両親は見つかりそうなのか。探すのを止めはしないが気になってな。引っかかる言い方だな。ひょっとして何か知っているのか。いや、これはお前の問題だからな。後悔のないようにするがいいさ。もう少しで手がかりが。磨き上げねば。
ハイサンドの名称と謳われたお方。俺たちの力を示す良い機会。はい。争いを収めるために。仕事の時間です。ウォルホートの名にかけて。天より狙い撃つ。勝利への糸口は。油断はなさらず。勝つぞ。これが私の役目です。すまない。行きます。勢いはよし。だがまだ決着はついていない。気は抜かん。仕事の時間です。捕まえて。し、腹立たしい。止めます。
それ勝つぞ。もらったん。エグさん、さあ行こう。とどめ。手応えあり。もう一撃。素晴らしき戦いぶり。
やってみます。ああ、任しておきな。争いを収めるために、苦しみは出番だな。制してみせましょう。この距離なら。さーて行こうかい。どこから攻めるか。はぁ、勝利への糸口は。準備は抜かりなく。終わらせましょう。焼き尽くします。勝つぞ。
力を平和のために。もう一撃。見てろよ。頑張ります。引っかかってくれよ。回復はお任せを。回復します。助かる。危ない。俺が相手だ。始めましょう。研究の賜物です。終わらせましょう。耐えられるか。さーて行こうかい。何しゃぼくれてんのさ。感謝します。止めます。狙いを定めて。勝つぞ。
飛べ。負けられない。終わりだ。最善の手を。見てろよ。よし、行きますか。これで傷を、これで戦えます。頑張ります。重ねていきましょう。始めましょう。盾が破れるかな。邪魔だ。参ります。行きます。効果的です。満たすか。押し切れそうです。生きるために。こっちの出番だね。行くよ。お見通しだよ。そりゃお祝いだね。来た。出番だな。
この槍を受けよ。どこへ飛びましょうか。狙いを定めて。学んだ力、今こそ。炎よ。これなら勝てます。負けられない。終わりだ。最善の手を。冷静に行きましょう。傷を癒して、これで戦えます。研究の成果。いざ。この盾が破れるかな。行くぞ。終わらせましょう。この力を平和のために。がら空きだ。まさか。こっちの出番だね。何しょぼくれてんのさ。回復しました。若いもんには負けないね。制してみせましょう。終わりです。良き采配です。
危ない。ウォルホートの名にかけて。はあ。新しい力だ。どう攻めるか。油断しましたね。行きます。皆さんのために。やるしかねえ。はい。行きますか。これで傷を。ありがとうございます。研究の成果終了です。戦いか。引っかかってくれよ。腕が鳴るぜ。どれ。あとは任せろ。ご命令。勝つぞ。覚悟。あたしに任せときな。何しゃぼくれてんのさ。ありがとう。行きます。楽にはさせない。どこから攻めるか。情けは禁物です。ここです。争いを収めるために力になります。よし。どうする。みんな待ってろ。僕にもできる。冷静に行きましょう。付与します。よし。いざ。始めましょう。腕が鳴るぜ。押し通るぞ。まだまだ磨き足りま。勝つぞ。
私に任せときな。負けられない。止めます。最善の手を。勝利のために。負ける気がしねえ。当たるかよ。争いを収めるために、あなたを守ります。行くぞ。落ち着いて考えよう。とどめ！積み重ねていきましょう。セレノワ様はいつもあのようにご多忙なのに、疲れている様子などを全く見せないわね。本当はとても疲れていらっしゃるのです。ご自身が民や兵士の手本となるため、そして皆に心配をかけないようにしているのでしょう。セレノワ、私にお手伝いできることはないでしょうか。ああ、待たせてしまって申し訳ありません。民たちの陳情がもう少しかかりそうなので、あなたとジーラは先に戻っていてください。そうですか。あの、くれぐれもご無理はなさらぬように。私なら大丈夫です。いいえ、ため息とは珍しいわね。どうしたんです？え、私ため息なんてついていましたか？悩み事？私でよければ相談に乗りますよ。実は
キオリ、私は今のままでいいのか心配になることがあるんです。もしかしてセレノア様とうまくいってないの？まさか。セレノアはとても優しいお方、ただそれだけに逆に考えてしまって、私は彼のお役に立てているのかって。セレノワ様はお疲れなのよね。じゃあこの疲労回復薬を送ってみてはどう？前に行商人から手に入れたんだけど、ちょっとした疲れなら瞬く間に吹き飛ぶそうよ。でもそれは私が彼の役に立っていると言えるのでしょうか？なら手料理なんかどう？滋養のつく料理をセレノア様に作ってあげるの。私の料理をセレノアが？セレノア様もフレデリカの手作りならきっと喜んでくれると思うわ。でも私は自分で料理をしたことなどうまくできるでしょうか？だから挑戦するのよ。大事なのはうまいか下手かではなく、作ってあげたいという気持ちでしょ。はい、これが料理の本。初めてでも作りやすい料理が書いてあるらしいわ。ありがとう、チーラ。作ってあげたい気持ちか。やれやれ、一日中狩りをして獲物がこれだけとはな。若にうまいものを食べて欲しかったんだが。鹿を一頭仕留めたではないですか。なかなかの腕だと思いますが。そういうヒューエットはイノシシを三頭じゃないか。いやはや、恐れいるね。獲物に出くわしたら絶対に逃がさないんだからな。戦より狩りの方が向いてるんじゃないか。そうかもしれません。もともと私は平民の高匠、カリウドの家の出ですから。そういえばお前はどうして軍に？エス・フロストの高部隊に対抗してグリンブルクが募集していた高使いに応募しました。そして厳しい試験を乗り越えてレグナ王親衛隊に配属され、ロラン様の護衛役に志願したのです。お前の腕なら親衛隊長も目指せただろうに。その頃からロラン様一筋だったのか？ええ。フリューケが戻ってこない。何かあったのか？おっと、こんなところに女がいるぞ。痛い目に遭いたくなかったら身ぐるみ全部置いていきな。こんなところにも野党が。なんて迂闊だ。諦めな、どこにも逃げられやしねえぞ。そこまでだ。怪我ないか？はい、大丈夫です。あの、危ないところを救っていただきありがとうございました。
それはお前の鷹か？その鷹が俺をここまで導いてくれたんだ。狩りの途中だったが、こいつに呼ばれている気がしてな。矢を放たないでよかった。賢い相棒を持っているようだな。フリューゲ、私のただ一人の友達です。この辺も物騒になってきた。早く帰れ。あの、待ってください。助けていただいたお礼をしたいのですが、私お金も何も持っていなくて。礼などいらない。民を守るのは王族の役目だからな。王族？あなた、もしやロラン王子？そうだ。それより良い友を持ったな。はい。それがドラン様との出会いでした。命を救ってくれたロラン様に私はまだ恩を返せていない。だから親衛隊に志願したのです。今日も熱心だな、コーレンティン。研究は順調か？悪くないですよ。今からあなたが私の邪魔をしなければね。口の減らないやつだ。で、どんな研究をしてるんだ？昨日と同じ質問は効率的ではありませんね。画期的な研究だと伝えたはずです。俺が聞きたいのは、具体的にどう画期的なのかだ。それを説明するにはまず、氷結晶の表面融解について説明しなければなりません。その上で結晶表面における疑似液体層が熱力学的に安定する。ああ、分かった分かった、もういい。聞いた俺が悪かったよ。ともかく根詰めてばかりじゃ体に悪い。たまには俺とブドウ酒でも飲もうじゃないか。お断りします。なんでだよ。ブドウ酒は脳の働きを低下させるという研究成果が出ていますので。硬いこと言わずに一杯くらい付き合え。酒の力で新しい発想がひらめくやもしれんぞ。しかし私には大事な研究が。私はね、ただ研究がしたいだけなんです。聞いてますか、エラドルさん。自分のしたい研究をする。それの何がいけないんですか？ああ、そうだな。ちょっとエラドールさん、自分で誘ったくせに全然飲んでないじゃないか。こいつはとんだ大酒飲みだ。しかも辛味酒と来てやがる。いいや、私は酔ってなどいません。そもそも違法院の秘密主義がおかしいのだ。技術というのは共有してこそ発展するのに、そう思うか？思うぞ。お前が全部正しいとも。要員の中から出られない知識と技術が、ここに閉じこもっている私よりよほど不健康です。一人で喋って一人で潰れちまった。仕方ない、寝床まで運んでやるか。
随分と手荒い歓迎だと思ったが、そんな話をしていたのか。ご子息が殺されたとあれば、激高されるのも無理はないが。しかし、どうやってドラガン殿殺害の疑いを晴らすんですか。最悪の場合、我々は消されるかもしれませんよ。俺は、スバローグ殿はグスタドルフに範囲があると見た。互いに撃つべき敵が同じとなれば、協力できることもあろうな。その点は同感です。ですが、説得材料に欠けています。私たちとおじさまが同調できると示すにはですか。いっそ私たちの秘密を明かしてみては。秘密？まさか。グスタドルフ憎しにおいて俺に勝る人間はいまい。俺の正体を明かせば信用を得られるかもしれん。スバローグもグリンブルクの王子を担げば、グスタドルフに反抗する大義を得ることができる。敵の敵は味方だとはよく言いますが、果たしてうまくいくか。秘密を漏らせばいつか破綻が訪れる、そういうものではありませんか。だがエスプロスト内部に通じる絶好の相手という考え方もできる。なるほど、皆の意見も確認しよう。スバローグ殿にロラン様の正体を明かすか。
セレノア。考えさせてください。確かに ですが、私は確かに。意志は固まりました。私は それで、そうでしょうか。では投票を始めよう。仮面の男がロラン王子だと明かすべきか否か、それぞれの信念を天秤に預けてくれ。賛同します。道は定められた。ロラン王子の正体を明かし、スバローグ殿の信用を得た上で交渉することとする。
ではスバローグ殿にロラン様存命の事実を明かそう。ベネディクト、急ぎ会談を申し込んでくれ。かしこまりました。